恋愛のところ、また難しいですね。恋愛系は僕には難しいんですけど、彼氏の顔と声が好きです。お、いいですね。いいじゃないですか。いいと思いますよ。性格も好きですが、でも顔が好きじゃなかったら、この方は耐えられないと。相手は自分を性格で選んでくれました。私は相手を顔で選んだと思うと。てか顔で選んじゃった人と何年も一緒にいることはできるのかできないのかっていうのはですね、それはその相手次第ですね。顔のいい人、いいと思う、良くないと思うっていうのがそもそも人それぞれなので、自分のタイプの人がいましたって言った時に、その人がどういう性格かっていうのは、ケースバイケース。顔で選ぶっていうことは悪いことって思われがち、内面がどうこうってなるんですけども、現実はぶっちゃけなんです。そうでもなくて。これは恋愛だろうが、友達作るだろうが、会社付き合いだろうが、第一印象の占めるインパクトっていうのは人間にはすごく重要なので、そこで最低限の清潔感。これは顔の作りとかじゃなくて、清潔感っていうものは、こうフォルムとか振る舞いとか努力で出せるものなんですけども、身なりとかですね。それはもうひげぼうぼうでとかいろいろなってた清潔感ないんですけど、その清潔感とか、笑顔とか、そういった第一印象の部分ってすごい大事で、中身がどうこうとか優しい人って言うんですけども、優しいかどうかを選ぶ前に、まず第一印象があるんですね。そこである程度クリアしないと、中身を見てもらうゾーンに入れないので、どんなに中身がもう神様ですぐらいの人でもですね、身なりのところが全然ダメだったら、その中踏み込んで、内面を見てもらえないっていうのが現実なので、まあ、顔だけで選ぶっていうのはちょっとあれかと思うんですけども、顔は結構重要。顔というか、外見というか、第一印象に与えるものっていうのはすごく重要だと僕は思います。そこはですね、努力するべきだし、それをした方が人間関係で、かかるコストっていうところが抑えられるので、効率的なんですね。絶対清潔感あって爽やかで、パッて、この人いい人だと思われた方が、仕事にしろ何にしろ絶対得しかないので、そこをサボるっていうのはですね、その後、そこがダメなのに、内面でそこを補うっていうのは相当ハードル高いし、しんどいと思うので、ちょっとそこはですね、頑張って改善するべきだと思うし、僕はこの顔で選ぶみたいなのをはっきり言うのは、嫌いじゃないのでいいんじゃないかなというふうに思います。ただその人と何でも入れるかどうかは、その人と自分がどれだけ合うかなので、まあ、一緒にやってみて、まあ、顔のステップを超えてですね、その中に入ることができたっていう状態だと思うので、この質問の方はですね、まずそこを見ていくといいんじゃないかなと、どんな方か、どんどん知っていくといいんじゃないかなと思います。